日本と宮城県を取り巻く自然災害と自主防災組織の役割日本では地震をはじめとして台風による大雨や土砂災害といった自然災害が年間を通じて多く発生しております私たちが住む宮城県も例外ではなく近年では 平成23年3月11日には国内観測史上最大規模となるマグニチュード9.0を記録し津波を伴って沿岸市町をはじめとして各地に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震や宮城県で初めて大雨特別警報が発表され宮城県だけでなく 関東地方でも大きな被害をもたらした平成27年9月、関東東北豪雨などさまざまな自然災害が発生しております。私たちは身近にあるこのような災害に対して日頃から備えていく必要があります。こういった災害への防災対策の基本は、自分の命は自分で守る自助。 地域社会が協力してお互いを守る共助、行政が防災対策・救護・支援を実施する控除の3つであると言われています。これらがうまく連携を保つことで、防災対策は効果を発揮することができます。しかし、阪神淡路大震災や東日本大震災といった大規模な災害が発生すると、交通の阻害や同時多発する火災への対応などから、 公的機関が発災直後に適切で迅速な対応をすべてに対して行うことは困難となりますそのため災害発生直後に被害を少なくするために特に重要になるのが自助と共助の活動ですこのグラフは1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災の時生き埋めや 建物などに閉じ込められた被災者が実際にどうやって助け出されたかの割合を示すものです。自力で、家族に、友人や近隣の人々に、といった答えが全体の約98%を占めており、消防などの専門の救助隊から助けられたのは全体のわずか1.7%でした。このことから、 発災直後の防災活動において、自らの身を自らで守る自助と、地域社会が協力してお互いを守る共助の2つの地域の防災力が、災害発生時に大きな役割を果たすことがお分かりいただけると思います。このグラフは、東日本大震災時に 仙台市を除く宮城県内の地域の自主防災組織が行った活動を示すグラフです安否確認や情報収集、滝出し支援や避難所の運営といった活動を行ったとの回答が多くなっており大きな災害の中で地域の助け合い活動が多数実施されたことがわかりますこのように、自分たちの地域は自分たちで守るという自覚 全体感に基づき、住んでいる地域の人たちが自主的な合意の上協力し、災害に備えるために普段から様々な活動を行っている教助の中核を担う組織が自主防災組織です。様々な災害による被害を軽減するために、この自主防災組織の活動が重要な役割を担っています。